一番ベーシックなところで言うと3つストレッチすることで機能を改善していきます。頭を落としていくっていうよりは溝落ちですね、溝落ちの部分を地面にどんどん近づけてグーッと落としていく感じになります。レッスンのアドバイスが自分のものにしやすくなってくるのでぜひ取り入れてみてください。こんにちは、コーチの小畑です。今回はテニスが上達する下半身のストレッチをお話ししていきたいと思います。はい、で今回は下半身のストレッチについてお話ししていきたいんですけれども、まず下半身が使えないとボールは正直手打ちです。下半身がどういう風に使えればいいかっていうと、地面を蹴ってボールを打つっていうのは、よく聞く話ではあるので、実際イメージがつかないと思うんですね。それを詳しく話していくと、ラケットのインパクトまでに関しては肩甲骨の動き、今までの動画とかでもお話ししてるんですけど、肩甲骨の動きでインパクトを作ります。その後のインパクトの衝撃って重いじゃないですか。これを下半身が使えないとやっぱり肘とか手首に負担が来るので、当たった後に下半身を使えるとフォロースルーがすごい軽く感じるようになるので、すごい下半身が使えるようになるのはとても大切なことです。まずストレッチとかを何やればいいか分かんない人とか、トレーニングをどうすればいいかっていうのがまず一番の疑問だと思うので、一番ベーシックなところで言うと3つストレッチすることで機能を改善していきます。1つ目がお尻ですね、大臀筋って言われるところのストレッチ、2つ目が腸腰筋、3つ目が胸椎の可動域。この3つを改善することによって、まず基本的にストレッチまだしたことない方とかだったら、まずこの3つストレッチするだけでストロークがかなり下半身を使って打つことができるので、今日はその話をしていきたいと思います。はい、では実際トレーニングに入っていくんですけど、まず1つ目が、最初ちょっと順番前後しちゃうんですけど、まず胸椎の動きからやって、2つ目がお尻ですね、大臀筋のところをストレッチしていって、3つ目に腸腰筋の部分をやっていきますので、実際トレーニングに入っていきましょう。はい、ではまず胸椎の可動域改善になります。このメニューなんですけれども、今やってるのが、肘をちょっとベッドとか椅子とかに乗っけてあげて胸椎の部分を落としていくんですけれども、イメージとしては頭を落としていくっていうよりは溝落ちですね、溝落ちの部分を地面にどんどん近づけてグーッと落としていく感じになります。これは結構あのストレッチでも言えることなんですけれども、反動をつけてやっても、ただ腰痛めるとか胸椎痛めるだけになるので、グーッとゆっくり伸ばしてあげる。これをだいたい10秒間ぐらい行ってあげて、それをだいたい3セットぐらいですね、やってみてください。はい、では2つ目ですね。2つ目は大臀筋です。大臀筋のストレッチに関しても同じように言えるのが、ゆっくりやること、ゆっくり行っていくんですけど、必ず呼吸を止めないようにしてゆっくり落としていくのと、これも頭を落としていくんじゃなくて、みぞおちを足に近づけていくのでストレッチできます。で、頭だけ落ちるとただ背中丸まるだけなので、お尻は入らないので、しっかりみぞおちから近づけることを意識してみてください。はい、3つ目ですね、最後のストレッチになるんですけれども、で腸腰筋のストレッチになります。腸腰筋って、腸骨筋と大腰筋っていう2つの総称なんですけど、大腰筋の今回のストレッチになります。で、注意するところは膝のポジションを今横からのアングルで取ってると思うんですけれども、膝のポジションを体より後ろにしっかり引いてあげて、そのまま後ろに引きながら、グーッと引きながら体を横に倒していくことが大切です。はい、で、ストレッチの動画は以上になります。今回やったところなんですけど、まず胸椎の可動域の改善、2つ目が大臀筋、お尻ですね、お尻のストレッチ、3つ目が腸腰筋のストレッチ、この3つを今回はお話ししていきました。今回の3つができていくと、必ずストロークで可動域、下半身が使えるようになるっていうわけではなくて、ここがまず前提として、ストレッチできないとどんなにアドバイスされても下半身使えないので、レッスンの前とかお風呂上がりとかにストレッチ取り入れていただけると、レッスンのアドバイスが自分のものにしやすくなっていくので、ぜひ取り入れてみてください。はい、では今回の動画は以上になります。私の YouTube チャンネルではテニスを上達するこのようなトレーニングなどのコツをお話しするのと、もう一つテニスを最大限楽しむポイントですっていうのに絞ってお話ししておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。